さんこんにちは、もちゃいです。今回はラブライブサンシャインエンディング主題歌の夢語るより夢歌おう、こちらを開封していきます。はい、ということでついにエンディングが8月24日に発売となりました。多くの方がね買ったんじゃないかなと思いますけども、僕もちょっとだけ遅ればせながら買いました。こんな感じでございます。こちらはジャケット、先に見ちゃいましょうか。9人がね手をつないで横一線並んでおります。こんな感じ。この夏制服の1年生ノースリーブってすごいですよね。斬新だなと思いました。1、2、3年生順番に並んでおります。そして裏側も先に見ちゃいましょう。くるっとこんな感じ。はい、夢語るより夢歌をエンディングとサンシャインピッカピカ音頭が入ってます。そして3、4番はそれぞれのオフボーカルバージョンということで、またテレビシリーズではですね1年生バージョンとか、1人バージョンとかね、それぞれ様々なバージョンがありますので、まあこの先ねサントラも出ると思うので、そこに入ってくるのかな。その別バージョンのこのエンディングも楽しみでございます。今回収録されているのは全員で歌ってるやつですよね。はい、ということでこんな感じのジャケット、表裏でございました。そしてまあちょっともう目玉ともう言っていいでしょう、こちらですね、アクアエンディングメンバーカードが入っております。ちょっとなんか若干ですが懐かしい感じがしますね。奥にあるんですけども、オープニングの時にね、結局2枚買って当たらなかったんですけども、今回1枚しかまた買ってませんけども出るんでしょうか。おさらいすると、僕は1番ヨハネ推しですので、ヨハネちゃんがもう自分で当てられれば完璧完璧、もう動画としても完璧。そしてカナンちゃんも欲しいです。第9話でねやっと揃いましたから、カナンちゃんがねちょっとますます好きになったので、カナンちゃんもぜひ欲しい。あとはチカちゃんね、この3人。ただこのヨハネカナンかな、この2人が特に欲しいでございます。はい、ちょっと言葉変になりましたが、であとそうそう、ちょっとね余談になるんですけど、これ挿入歌のやつね、地味に買ってて多分まだ紹介してないと思うんですけども、これも開ける際はね、動画にします。順番逆になっちゃいましたけどね、まだ開けてません。さらに今回ですね、ちょっとまだ開封待ってくださいね。アニメイトで買ったので、アニメイト購入特典をじゃん紹介してから行きましょう。ミニクリアファイルでございます。多分またゲーマーズはこれの大きいバージョンなのかな、どうなんでしょう。表と裏という感じでございます。表にはジャケットイラスト、こちら一緒ですね、使用されております。アニメイトで買うとこちらのミニクリアファイルがついてきます。それではお待たせいたしました、開封いきましょう。さあ、それではビニール取りましたので帯も外して、いやードキドキだな、楽しいんですけど、おお、みんないる、みんながオレンジ色で写ってますね。 CD の絵柄はこんな感じでございます。おー、いいじゃないですか。シンプルでかっこいい感じの CD のね、この絵柄もいいんですけど、僕は、そうだな、どっちかっていうとやっぱり、キャラクターが写ってる方が嬉しいかな。こんな感じ。で、外すと背景かな、外します。おー、背景だ。海ね。沼津も行ってみたいですね、内浦。こんな感じでございます。そうそう、話戻りますけど、これ、カードを見るの楽しいんですけど、ほとんどの確率で欲しいのが僕出てないので、ちょっとね、今回は期待してますよ。お願いします。それではエンディング主題歌封入されておりますエンディングメンバーカード見ていきましょう。見えないように歌詞カードの中に手を入れて、あった、これだ。お願いします。ヨハネ、ヨハネ、ヨハネ、召喚。お願いします。はぁ、ドキドキ。いきますよ。せーの、がー、待って、いきますよ。せーの、ドン、あー、マリ、マリー、また違うメンバーが出た。あー、出ないなー。出ません。はい。ということで、マリちゃんが出ました。こんな感じでございます。カードね、このまま見ちゃいましょう。夏の制服ですね。8番、マリオハラということで、裏はこんな感じ。お、後ろ姿だ。あれ、前こんなんじゃなかったですよね。後ろ姿になってます。で、サインも入ってます。そして
まあ、3年生6月13日 AB 型163センチ、まあ、その他、好きな食べ物嫌いな食べ物が書いてあります。はい、嫌いな食べ物納豆キムチ、はい、ということで、マリちゃんが出ました。はい、ということで最後ね、ちょっと歌詞カードをちらっと見たいと思います。お、歌詞カードは左に夢を語るより夢を歌おうと、右にサンシャインピッカピッカ温度ですね。こんな感じね、あんまり映すとあれなのでパッとですが、オレンジ色が結構使われてますね。はい、こんな感じの歌詞カードでございました。ということで、そうか、マリちゃんか。オープニング開けた時は1枚目ね、ダイヤお姉さんが出て、あのダイヤ運が高まってんのかなと思ったんですけども、マリちゃんか、またなんか別のね子が出てきましたね。うわー、またでもこれは悩むな。どうするどうするどうしますかね。まあ、もう一枚買ってもいいんですけど、なんかもうこうなってくると当たる気がしない。まあ9分の1でね、狙いの1を当てるの難しいのは分かってるんですけど、なんかこのかすりもしない感じは何なんですかね。これでマリちゃんが出たから、持ってないメンバーで言うと、まあでもまだ結構いるか。はい。ということで、エンディングはマリちゃんでございました。多分もう1枚買う可能性が高いので、第2回あると思います。はい、ということで今回はラブライブサンシャインエンディング主題歌の開封動画でございました。まあおさらいとなりますが、マリちゃんが出たということで、まあこれは撮っておきつつどっかで1枚買いたいと思います。まあ本編というかテレビシリーズの方も、この後どうなっていくのか気になるところですので、それも注目していきたいと思います。そして9月末ですよね、ブルーレイが始まるんですけども、ちょっと正直まだどこでも予約してないので、まだ悩んでる状況でございます。まあブルーレイもね、発売されましたら買っていきます。そちらの動画も良ければご覧ください。ということで今回は開封動画でございました。今回も最後までご視聴ありがとうございました。